私が派遣されていた国はインドネシアで10ヶ月派遣されてました。授業はですね、主に日本語の先生として派遣されたわけではないので、現地のインドネシア人で在日本語教師として、仕事をされている方のサポート役ですね。実際にネイティブの発音はどうなのかなとか、日本語ではこういう表現は本当にあるのかなとか、インドネシアの教科書に載っていることが実際の日本社会でどういうふうに使われているのかってことを、表現する役割として授業には入っていました。僕は向こうに行くまでインドネシアで日本がこんなに人気だって知らなかったんですね。インドネシアの生徒が日本の言葉を一生懸命勉強して日本の文化をいっぱい吸収しようっていう思いがあるっていうのは全く知らなかったんですね。じゃあ日本の高校生、日本人はインドネシアの人に対してどれだけ知ってるかなとか、どれだけ向こうの言語言葉に興味があるのかなって考えた時に、なかなかまだ浸透していないんじゃないのかなっていうふうに考えたんですね。なので、活動の意義といいますか、これから僕がやっていきたいこととしては、日本にインドネシアのことをたくさん伝える、そこまでがやっぱり日本語パートナーズの仕事というか役目なのかなっていうふうには思っています。僕自身が日本語教育にあまり携わってこなくて、もう現地の人と仲良く本当に楽しく生活をして一通り活動は終えることができたので、やはり今までずっと教育関係をしてこなかった人でも、自分にちゃんとした技術がない人でも僕は大丈夫だと思うんですね。ただ日本語パートナーズに参加する上で一番大事なことって、自分の意見を言うけど相手の意見もしっかり聞くっていう、お互いの気持ち文化を尊重し合えるような人が一番日本語パートナーズでは活躍できるのではないかなと思ってます。皆さんこんにちは、日本語パートナーズインドネシア3期の勝村博樹です。日本語パートナーズでは東ジャワに派遣され、日本語教育に携わっていました。私はこの日本語パートナーズの経験でですね、本当に人間に戻れたような生活を実感しました。人間に戻れたっていうのは、実際朝日が昇ったら起きて、で起きている実感では常に人と関わり合って、一緒にご飯を食べて、手でご飯を食べて、でご飯食べ終わったらみんなで昼寝をして、起きたらみんなでギター、歌を歌って、そしてまたご飯を食べて、水浴びをして同じ布団で寝ると、もうだいたい10時ぐらいに寝てましたね。そのぐらいかなり人間の原点というか、人間らしい生活をすることができたんじゃないのかなと思います。僕もインドネシアに行く前はなかなか生活大丈夫かなとか、言語を喋ることができるのかなって不安感じたこともあったんですけども、全然問題なかったです。むしろ一番下手なのが一番上手くなったぐらいになって成長して帰ってこれたので、そういう不安を感じている方々もぜひこの日本語パートナーズに、参加していただくことを私は強く勧めたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。